現地時間11月22日に MLB 公式サイトは大谷を最も必要とするチームランキングのタイトルで特集記事を配信。エンゼルスからフリーエージェント FA となった大谷翔平の来季所属先候補に考えられる11チームを順位付けした。11チームの中で最下位だったのは今季まで所属したエンゼルス。同サイトはエンゼルスは6シーズンも大谷を起用しているが、その中で優勝したシーズンは一つもなく、ましてやポストシーズンに進出したシーズンはない。そのどれもが大谷のせいではないことは言うまでもないし、彼を失うことはエンゼルスの道のりをさらに困難なものにするだろう。しかし、プレーオフを目指すチームが最大のスターを失うわけではない。大谷がいなくても、それほど悪くならないかもしれないと、大谷翔平が所属した6年間で一度もポストシーズン進出ができなかった点を理由に挙げた。大谷翔平の移籍先最有力候補として名前が挙がることが多いドジャースだが、このランキングではまさかの10位。その理由については、彼らの問題のほとんどはボロボロの先発ローテーションにあり、2024年に大谷翔平がそれを助けることはできない、と来季の大谷翔平が投手として復帰することが難しい点を挙げて説明。また、ドジャースでは、JD マルティネスが33本塁打、OPS、893を記録した。大谷はマルティネスより優れているが、考えているほどには針は動かないだろう、と指摘した。一方で、トップ3には意外な球団が並んだ。3位には、ダークホース、としてブルージェイズが選出。主力が相次いで FA となることを指摘し、今季は19本塁打を記録した、ブランドン・ベルトに代わる DH の選手を加えることは明らかだ、と強打者獲得が補強ポイントであると記載した。2位はマリナーズで、攻撃面をひどく必要としているチームにとって、これ以上のものはない、と来季は打者に専念する大谷翔平が補強ポイントに合致すると言及したが、残念なことに、マリナーズのプランに大谷は含まれていないようだ、と球団が消極的な姿勢であることを伝えた。そして、1位にはジャイアンツが選出。同サイトは、スーパースターが不在だった。昨オフにアーロン・ジャッジとカルロス・コレアの2人を加えようとしており、大物が欠けているのは明らかだ、と、スターの不在を理由に挙げた。また、長打率383はナ・リーグ最低。パワーヒッターが必要で、大谷の加入がこれほど助けになるチームはない、とも指摘した。大谷翔平750億円、山本由伸300億円契約金、計算上はドジャースなら両方と契約可能性、米記者。大谷翔平の動向が最優先事項となりそうだ。米紙ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は23日、今オフの FA 市場では、ほとんどのチームにとって大谷翔平投手29イコールエンゼルス FA の獲得が最優先であり、オリックス山本由伸投手25がワイルドカードであるとの見解を示した。大谷翔平は少なくともドジャース、ジャイアンツ、カブスはオファーを提示し、パドレス、レンジャーズ、レッドソックス、ヤンキースなどが獲得の機会を伺っていると話した。山本は、メッツやヤンキースを含め、ほぼすべての資金力の高いチームからの関心を集めていると紹介した。契約金が大谷翔平は5億ドル、約750億円、山本は2億ドル、約300億円、と推定され、ほとんどは、資金的に、いずれか一人との契約しかできない、としつつ、計算上はドジャースなら両方と契約できる可能性がある、と続けた。札束合戦、劣勢でも、すべての兆しはドジャース、大谷翔平獲得に地元レポーター自信満々のわけ。ドジャースのレポーターが地元ラジオ局で熱弁。米大リーグエンゼルスからフリーエージェント FA となった大谷翔平投手の去就が日米で注目されている。最有力候補と見られるドジャースのレポーターは、すべての兆しはドジャースに向いていると断言、あまりによくフィットしているとし、他球団がより高額のオファーを出したとしても優勢は揺るがないと自信を見せた。大谷翔平とドジャースがぴったりの関係だと指摘したのは、米専門局 MLB ネットワークでドジャースのレポーターを務めるデビッド・バセイ氏。カリフォルニア州地元ラジオ局 AM570 ラスポーツの専門番組ドジャートークに出演し、すべての兆しはドジャースに向いていると熱弁を振るった。同氏は、それがいつか、いくらかはわからないが、
すべての兆しは大谷とドジャースが合意点を見つける方向に向いていると指摘。関係者から聞いた情報として、大谷翔平の契約が決まるのは、ウィンターミーティングが開催される12月4から7日、日本時間5から8日、ごろとの見通しを伝えた。同地区のライバルであるジャイアンツも大谷翔平獲得に積極的と見られるが、口説き文句紙を結ぶとは思えないと牽制。他にもドジャースより高額なオファーを出すチームが出てくることも予想できるが、ドジャースとあまりによくフィットしているため、彼がドジャースと契約するのはかなり理にかなっていると提示額で下回っても優勢は揺るがないと自信を見せた。その理由として同氏は、大谷にとってはお金が全てではないと聞いている。フィット、快適な環境、勝てるチームということ、その全てがチームのオファー、金額と同じぐらいの重みを持つ。ドジャースは大金を提示できるし、今年だけでなく契約期間中ずっと勝てるチャンスも与えられると説明した。エンゼルスとの再契約の可能性も残っているとしつつ、エンゼルスに復帰するなら、それは1から3年の短期契約になるだろうと聞いていると言及。他の球団に行くなら10年以上、それもオプトアウト券付きだと球界の人たちは推測している。それが周辺の人たちから私が得ている情報だと取材を踏まえた予想を披露した。